皆さんこんにちは。こんにちは。今日は長崎でのキャンプになります。今回は長崎県平戸市行き着き島にやってきております。平戸市っていうのは長崎県のだいぶ上の方であり、左側の方の島なんですけど、橋があって特にフェリーとかでは必要なくて、橋つなぎになってる島なんですけど、こちらはもともと野営場だったらしくて、11月からリニューアル工事になってるみたいなんですけど、 3C というもともと野営場っていうだけあって、炊事棟がしっかりあってとかそういう感じじゃなくて、まあ、なんか自由にテントを張ってっていう感じの雰囲気のある場所でした。見晴らしはすごくいいんですけど、率直な感想を言うと、めっちゃ風強い。めっちゃ風強い。最近海辺ばっかりやってるからですけど、どこに行っても風が強くて、そうだね、ここは特に風強いかな。どこに行っても風強い感じ。ドバサバサバサバ。今回は長崎県の端っこということで、なかなか来にくいところではあると思うんですけど、自分たちもせっかく来てみたので、皆さんにこのキャンプ場の様子をお届けできたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここが一応トイレのところになってて、これ共用だけどね。でもね、あ、女子トイレもあって、でもこんな感じで水がちゃんと溜まって流せた、水洗式になってたし、ウォシュレットもちゃんとついてた。泡式と洋式とあったよ。ちょっと先まであっこいてあったら最高かな。男性トイレはでも綺麗に磨いてあるね。ここが受付、ここサイト利用してる方がいらっしゃったら、あんまりちょっと入りにくいとは思う。料金表はこんな感じです。一人の代金がこれで、入場料が550円だったけど、入場料がプラスでかかるから、で1名追加で、だから俺たちが3850円やったっけ。まあそれなりにいい値段なのかな、建物は受付棟とそれこそトイレのみって感じです。割とシンプルね。11月以降にそういう区画サイトとかを整備するって書いてた。だから今はとりあえず一律この値段になってるけど、また改定があるってことだったかな。割とね、バイクのライダーさんが多めに来てるかなっていう感じです。この先に灯台があるから、多分それを見に来てここに泊まってって、感じだったのかな。こんなに果てに来ることないから新鮮だわ。こんな果てでキャンプってだいぶいい思い出だと思うよ。今いるのがこちら、ここです。で、こっから一応歩いて、この、大林灯台ってところまで行けるらしいんだけど、何キロだったっけ？これ計算してみたら、3.2 キロあります。車だったらね、7分って書いてたかな？ 10 分弱で行けるみたい。ここに灯台があるけど、多分ここはそもそも見えるから、今日はここで夕日を楽しみたいと思います。途中までちょっと登ります。すごいよね、こんな感じ。マジで敷地広い。一応サイトは白い線で区切ってて、紐が引いてあります。割と、そのまっすぐなところにここですよっていう印をつけてくれてるみたいで、ファミリー向けとかそんな感じではないかなっていう印象です。ね、この階段、行けるとこまで行ってみるか。お尻の筋肉が。大臀筋が。すごいぞ。まぶしい。こうやって海沿いをずっと歩いていくはず、歩道。多分。ちょっとさすがにこれ以上は。やめとくけど、まだ登っていくもんかな。ねえ、まだまだ先は長そう。ね、草スキーできそうなぐらいふわふわしてるんだよね、ほんと草が。テントこんな感じで、紐がで、車も乗り入れできる。車乗り入れできるのはすごく助かるわ。
玉めっちゃ崩れやすい。どうしてこんなに寒いんですか。どうしたらいいんですか、この寒さ。今までな、南国にいたこの月が回ってきたんだよ。月が回るの、なんか悪いことしてる。ああ、寒い。寒いね、これ上着も何も持ってきてなかったら終わってたよ。いや、それでいいじゃないとか言う。本来だったらいいと思う。だってね、昼間は20度前半まで上がって、夜は家の中で別にね、暑いわけだし。すぎる。で、大事だよ、ほんと。あったかハイムが待ってるわけだよ、家は。車の中はあったかいんだけど、ね、そう。そうなんです。本日のメニューは、あまりにも美味しかったので、レモンステーキ風を作っていきたいと思っております。クパッドさんから、ジダイヤ風なんだって。私たちジダイヤには行かなかったから、割と厚めのお肉で食べたんだけど、めちゃくちゃ美味しかった。まあさすがに牛肉は高いし、売ってなかったので、今日は豚こまで半額のやつも。近くにね、塩風っていうか、塩なんとかっていう。意外とお肉とかも売ってたから良かったと思って。近くに全然スーパーがなかったので、そこが唯一っていう感じだったね。いただきます。いただきます。香りはもう完全に。完全に？それは言い過ぎだと思うけど。まあ、風ですから。レモンステーキ風。想像以上に美味しくできたと思う。昨日食べたとこ、もうちょいソースが濃いめだったけど。超さっぱり系のレモンステーキ風。だから言ったじゃん。まんまや。さっき言ってた。まんまじゃないです。香りはその。風です。うん。美味しい。美味しい。これ新玉だからわざわざ水にさらしたりとかはしてないです。超爽やか系のステーキですね。これだったら安くで作れるし、うん、超さっぱりのステーキって言っていいと思う、うんうん、この風だけどうにかならんかにね。すごいね、もう来た時からずーっとこの風。さあ、締めです。ガーリックライスとも言わないぐらいのなみなみ、つゆだくさですね。つゆだくで残ったソースをご飯にのっけて。おー、美味しいですね。飲むご飯って感じですね。もうちょいソース少なかったらちょうどよかった。ごちそうさまでした。満足です。うん、満足。有料温水シャワーがあるみたいなんだけど、うん、管理棟の中にあるみたいで、今日はもう7時になったら帰りまして、わざわざこう家に回ってきてくださって、管理人さんが。近くに温泉はないし、使うなら有料シャワーって感じだけど、うん、40分ぐらい先にしか温泉なくて、そう、そこはちょっと不便なところではありますが、シャワー浴びる方は早めに浴びることをお勧めします。私たちはもう今日は入らずに車内で過ごします。それでは皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。朝です。めっちゃ風が強いです。相変わらず一日中、夜中中、そして起きても寝ても覚めても風風風です。前寝てる時気づかなかったって言って、うん、気づかなかった。全然車の中で過ごさなかったら絶対に寝られなかっただろうなっていうぐらいの風。確かにこの中で寝てたら多分ちょっとバッサバッサバッサこれがずっと昨日から続いてるような感じです。昨日咲いたご飯のあまりとインスタントの汁と納豆のあまりと以上です。から咲きのかつお味噌です。9時10分ぐらいに起きて、でも周りはもうみんな起きてたね。
バイクの人とかも隣の人、俺たちが起きたと同時ぐらいで。そうだったね。しかもね、夜中に着いた方たちがいたわけ、3人ぐらいが。なのにもう、来たらもう準備してたもん。睡眠時間大丈夫って思っちゃった。あ、絶対車じゃなかったら、こういう長崎のこういう場所は絶対に来なかったとか。うん。こういう機会じゃないと。車で乗り入れできるから分かったけど、オープンできなかったら大変だった。できなかったらちょっとさすがに、ね、きついね、うん、ここは。残り物とお湯沸かしただけだ。うん。多分こんなもんでいいんだなって思った。だ単発でキャンプに行くのってさ、車中泊をしながら行くのとでは、やり方を変えると難しいとこではあるよね。うん。できればね、電源付けの車乗り入れできる安めのサイトがいいんだけど、サイト代が安ければいいんだよね。だいたい電源使うとどうしても500円はプラスになっちゃうから、まあ、そうなると RV パークの方が安いのかなとも思うけど、でもテント張れないしなとか、 RV パークってね、そんなに景色がいいところがあったりもするけど、そんなにたくさんあるわけじゃないし、実際ソーラーもつけてないから、50電だけでも電気は賄ってるから、最近は節電してるんだけど、意外とね、キャンプで使ってるランタン類を全部持ってきたら超使える感じ。で、オンタン。で、いつも使ってるLED のライト。と、ベアボーハンズのちっちゃい LED のランタンと、もう一個、もともと持ってた、なんか丸い LED のライトがあると、もう全然車内明るく、全部使ってるわけじゃないけど、うん、ごちそうさまでした。コーヒーお願いします。コーヒータイムいきます。コーヒーセットはニトリで買ったアウトドアバッグ、ピクニックバッグ。これで入るんじゃないかと思って試してみたら意外と入ったという。意外と優れものです。撥水加工もしてあるからね。しかもポケットが多いのがいい。そう、あれ溢れるばかりに入れてるけど、スタバのライトノートブレンドなんて入ってるじゃん。つい埋まったやつで、結構宝箱のようにいっぱい入ってます。それ先に見たよ。いいよ、とりあえず先に入れて。こっちでもいいじゃん。絶対的にこれは俺のだって決めてるわけ。これは俺のこれは私の、これも私の、全部私の。これが私がお願いしていただいたんだもん。気遣いでね、旦那さんの分もいるでしょって言ってくれて、そうですねって言ったけど、内心別にいらねえのになって思った。そうだよ、そんなひどい人じゃありません。いやー、それが本性でしょ、君の。めっちゃ優しいよ、本当は。あー、優しいね。マフがやばい。やりたい。でキャンプが終了しました、はい、先ほど実は地元の人に少しお会いしてお話できたんですけど、いつもこんなに風が強いわけじゃなくて、ここ何日か強い日に当たったということで。そうみたいです。景色は最高だったんですけど、今回ちょっと風が強すぎてゆっくり見ることができませんでした、ね、夕日は本当にめちゃくちゃ綺麗で、綺麗だった。自分たちがいるところからもう真正面に見えるような感じでした、朝日も本当見える感じで、夕日が落ちて朝日がこっちから昇ると
両方楽しめるキャンプ場ととても贅沢なキャンプ場でした。これから少しずつ整備はされるようなので、うん、まあ、現時点ではもう少し欲しいなって思う部分もあったりはしたんですけど、うんうん、そうだね、あの炊事場にテーブルが1個あったらいいのになとか、まあいろいろあったんですけど、これからまた整備されて都度情報を確認してまた来てみてください。運行都市として栄えたからこんな感じなんだ。こっちもね、メニューが海軍さんのとか入ってる、うん、なんでなんだろうって。セボバーガーは何回も食べたことはあるんだけど、なんか食べといた方がいいかなみたいな。卵とトマト、チーズ、玉ねぎも入ってる。とパテ。ちょっと小さめのサセボバーガーです。これで700円。でな。昨日美味しさ。2014年と16年にカレーでグランプリ取ってるよ。例の方は食べなきゃいけなかったかもしれない。2023、2014、2015、2016。カレー食べないといけなかったやつじゃん、これ。ここに来た時は皆さんはカレーを食べください。佐世保バーガー、佐世保市で食べて、うん。あ、美味しそう。何それ。何その色。白じゃないやん。ぜんざいが乗っかってるソフト。カフェオレ？あの、パピコの、パピコの上の、あ、パピコの中の味。うん。カフェオレだね。コーヒーともいい。あ、コーヒー。あとパピコのやつ。めっちゃ全財と合うじゃん。うん。美味しいね。美味しいこれ。だっていっぱい入ってる味気。うん。ごちそうさまでした。美味しかったです。最南端とは全然違う。違うね。住宅街の中にあるんだね。着しました。はい。今回はチャリンコではなく車で参りました。最西端でございます。気合いは十分。この間ね、自転車やったからこんな元気なかったけど今日は悠々と思っております。結構坂がきつめです。すぐそばに駐車場があって家が集まってるところにあるよね。港町って感じだった、うん、来ました。最西端の地。そっちに興奮したらダメ。なんかこんなにいっぱいあるよ。カラス口？うん。行きます。え、10秒で行ける？行くよ。はい。10。9。間に合ってる。え、面白くないこれ。いい写真。めっちゃいいじゃん。かわいい、なんか。めっちゃ面白い。
これだ。キダギャラリー。キダギャラリー。おしゃれ。おー、おしゃれ。外のところもおしゃれ。シンボルと、その写真撮ってますやつの黒のバージョンと炎のバージョンが毎種類のステッカー、ステッカーあーステッカー本当かっこいい。バイクの人が来られる方が多いので、ちょっとバイカーのあれなんです。なるほど、バイクちょっと乗ってるんですけど、バイクの人いっぱいいました。ここでちょっとゆっくり飲みましょうか。今日のドリップコーヒーはエチオピアらしいです。好きなやつ。うん。しっかりハンドドリップで入れてくださって、丁寧に入れてくださって。美味しい。最近飲んでたさ、あの、ブロスクのやつが結構酸味強い系だったから。ポストコーヒーのね。うん。すごい、これぐらいがやっぱちょうどいいな。ちょっと苦味もあるけど。うん。エチオピアは安定して美味しい。なんか自分たちはよく飲むやつって感じでした。最西端まで行った写真を見せたら、ここのお店で手作りの、なんか、キーホルダーみたいなのがいただけるそうです。塗装もしてるみたいだ。なんかお家の打ち合わせするみたいなスペースもあったから、そういうこともしてるのかなって。これも全部焼き入れて作ってるみたいで、ライダーさんが多いみたいで、うん、ここライダーさん向け のステッカーだったりとか、こういうキーホルダーを写真を見せたら無料でもらえる、うん、すごいおしゃれなとこだったし、コーヒーも飲みたい気分だったから最高に嬉しかった、うん。ありがとうございます。持ってきました。こちら最西端証明書です。これでもうすでに2枚集まったということで、最北端最東端に行ったら達成ということになります。うん、私たちの宿泊していた佐世ボックス、99人だよね多分、うん、売店の方で撮れました。写真を見せたらもらえました。最南端と違って最西端の方はそういう売店みたいなところが最西端のところにはないので、こういった場所で、うん、写真の証明がいる感じでした。必要になります。なのであとは最北端最東端達成したいと思います。はい、それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。